定官衆は、中華民国、満州国の政治家。北京政府、法天派に属し、後に、満州国の要人となった。字は、松本。高所年間に、日本へ留学し、早稲田大学経済学科を卒業した。帰国後、政法科巨人となり、有伝部七品教官に任命されている。さらに、法天省において、市販学道、法律学校、 陸軍学校、警察学校など各種学校で教習を務めた。中華民国成立後の1913年、法典交渉士に一号課会員に任ぜられる。1915年、法典順安司書外交課長に任ぜられた。以後、東三省陸軍司令部外交所所長、法典省,省省庁交所主義中日号弁、弓永哲礼高校市総弁、 両用店にすす鉄公室を弁を歴任している。1928年6月、張作林が爆殺されると、定関修は、遠近鎧と共に、臨時委員会を組織し、法典の治安を保持した。1931年9月、満州事変が勃発すると、定関修は、関東軍の指示により、法典地方自治委員会を組織した。翌月には、 東北交通委員会委員長に就任している。翌1932年3月9日、満州国が正式に成立すると、翌10日、低官州は交通部総長に任命された。1933年3月、立法院憲法制度調査委員会委員を兼任する。5月には国道会議副議長も兼ねた。翌年3月、交通部が解組されたが、 引き続き交通部大臣に泊まる。1935年5月21日、実業部大臣に転じた。1937年5月7日、大臣を含む、閣職を辞任した。1940年5月、参議不参議となる。翌年4月に、満州国建国10周年祝典委員会委員を務めた。1942年12月、建国新病増営。 光備委員会委会員となる、1944年、病没、去年59、ありがとうございます。